うわ、こいつ規制されてます。はい、どうも、高木充です。今回はですね、また採集に来てるんですけど、セミ採集をやりたいなと思います。もうですね、8月も中盤に入ってきて、もうすぐ夏が終わっちゃうんですけど、まだ結構セミ鳴いてるんで、今回またセミ採集やっていこうと思います。はい、早速セミが止まってます。アブラゼミが2匹ですね。結構やっぱアブラゼミはまだまだいますね。取ってみます。はい、もうやる気がないわめっちゃ簡単に取れました。で、もう1匹ね。はい全然やる気がありません。お、あれはクマゼミっすね。取ってみましょう。え、はい、今木に止まってたやつクマゼミでした。クマゼミのこれオスですね。めちゃくちゃうるさい。また上の方に止まってるけど、これもクマゼミですね。ほいなんかもう全然やる気ないな。はい、またクマゼミです。今度はメスですね。いや、最近結構鳴き声少なくなってきたんで、減ってはきてるけど、まだ取れます。お、ちょっと見にくいけど、ニーニーゼミが止まってます。よし、入りました。ニーニーゼミも最近数が減ってきてますね。まだ取れるけど結構減ってます。またクマゼミのオスですね。めちゃくちゃうるさい。はい、だいぶ高いところに止まってたんで取っちゃったんですけど、ミンミンゼミ取れました。しかもなんかこのミンミンゼミめちゃくちゃ綺麗ですね。この緑の部分、ほら、わかるかな。なんか普通のミンミンゼミよりも色が薄い気がする。めちゃくちゃ綺麗です。結構個体によって色変わるんやけど、こんなに薄いやつ取ったん初めてかもしれないですね。お、腹広カマキリがいました。やっぱ結構こうやってセミ探してると腹広カマキリよく見かけますね。で、たまにカマキリがセミ食べてるとこにも遭遇します。いや、ワンちゃんこいつも食べてるかもしれないですね。ちっちゃいセミなら全然食べれます。で、相変わらずこのカメムシがめっちゃついてます。これキマダラカメムシっていうね、カメムシなんですけど、マジでね、桜の枝とか見てるとめちゃくちゃついてます。結構ね、ハラビロカマキリがこのカメムシ食べるんですよね。なんかこの日静かやな。全然セミが鳴いてないし止まってない。で、カマキリも見た感じいないですね。お、またいました。ハラビロカマキリです。なんかさっきのやつに比べるとだいぶでかいですね。で、メスなんやけど緑色型です。いや、褐色型のハラビロカマキリおらんかな。実はこの辺で一回だけ見たことあるんですよね。あ、登っていった。これってクワコで合ってんのかな。野生のカイコ結構いっぱいついてるんですよね、この辺。まずここにいて、で、こっちにもね、いるんですよね。サイズは一緒ぐらいのやつが。はい、移動しました。でね、神社の方に来ております。こっちの方は結構セミが鳴いてますね。ミンミンゼミとか、ツクツクボウシとか、あとアブラゼミとかも鳴いております。じゃあこの周りをね、探してみようと思います。お、これはヒグラシっすね。ヒグラシのメスが止まってます。なんでこんなとこ止まってんやろ。普通になんか木の柵に止まってます。
はい、全然気づかなかったんですけど、この日暮らし規制されてますね。これわかるかな、なんかオレンジっぽい幼虫みたいなのがついてると思うんですけど、これセミヤドリガっていうヤドリガの仲間ですね。結構日暮らしとかに寄生するんですけど、寄生されてます。でセミヤドリガは特にセミ側に、害があるってわけじゃないんですけど、害がある寄生虫もいます。これわかるかな、日暮らしのお腹の中にウジ虫みたいなのが動いてると思うんですけど、こいつはね害があるんですよ。さあ、だいぶ夕方になってきましたけど、この辺はツクツクボウシがすごい鳴いてますね。結構夏の後半になってきて、ツクツクボウシの鳴き声が目立つようになってきました。またセミおったけど、アブラゼミですね。なんか結構こいつはボロボロです。ほら、結構もう長く生きてんのかわかんないですけど、羽とかボロボロっすね。であんまり映してないけど、抜け殻がめちゃくちゃあります。多分これミンミンゼミの抜け殻ですね。若干アブラゼミの抜け殻よりもちっちゃいです。で意外と知られてないんですけど、この穴ってセミが出てきた穴なんですよね。これ結構立派な穴が開いてるんですけど、これセミの幼虫が出てきた後になります。羽化する直前の幼虫が地面から出てくるんですけど、結構ねこういう大きい穴作って出てくるんですよね。なんかこの辺めちゃくちゃアリがいます。このアリはセミの幼虫からしたら脅威なんですよね。羽化中のセミってめちゃくちゃ無防備なんですけど、結構アリに襲われることがあります。よし、じゃあそろそろ結構暗くなってきたんでお家帰ろうかなと思います。まだ若干セミ鳴いてるんですけど、結構最近日が落ちるの早くなってきて、暗くなるのも早くなってきましたね。もう夏は終わるけど、まあまだまだね昆虫シーズンは続きます。まあセミはもうすぐ終わっちゃうけど、まあ9月中旬ぐらいまではまだセミいたりするんで、またセミ採集は行こうと思います。ただ今日なんだかんだ夏の終わりにしてはセミの種類見れたんで、僕としては満足でございます。はい、じゃあもうそろそろねお腹も減ったので帰ります。ご視聴ありがとうございました。